豚熱への感染が確認されたということです奈良県内の養豚場で豚熱の発生が確認されたのは昭和37年以来です県はこの養豚場のすべての豚およそ1100頭を処分することや県内すべての養豚場に消毒用の消石灰を配布することを決めました一方、奈良県内の養豚場では豚にワクチン接種をしているとして 周辺の養豚場では出荷や移動制限は行わないということです豚熱は、えー、豚、イノシシの病気でございます。で、人に感染することがないということそしてあの感染豚、豚が豚の肉が市場に流通することはないと市場に流通している豚肉については全然心配なく消費をしていただきたいまた大阪府は この養豚場から今月28日に大阪市内の養豚場に移動した豚31頭が感染している可能性があるとして処分することを決めました。